アルチョムスルドニエフスは、ラトビアダウガフピルス出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは FW。FC ダウガバのユースチームでキャリアをスタートさせ、2005年にトップチーム、昇格した。2008年に、ハンガリーのザラエゲルセグテに移籍した。2010年7月、ポーランドのレフ・ポズナンに移籍した。 2011から12シーズンは29試合で22得点を記録し、得点王に輝くと、2012から13シーズンにハンブルガー SV へ移籍した。これにより、ブンデスリーガでプレーする初のラトビア人選手となった。2012年9月26日のボルシア、メンヘングラートバフ派戦で初得点を記録すると、レギュラーに定着。全34試合に出場し、 チームトップタイの12得点を挙げた。しかし翌年は、シーズン開幕後に監督交代した影響や、新加入のピエール・ミシェル・ラソガーの対等もあり、出場機会を失い、冬の移籍市場で、ハノーファー96にレンタル移籍した。2016年夏に1、FC ケルに完全移籍した。2017年9月29日、現役引退を表明した。 ラトビア代表として2008年11月12日、親善試合のエストニア代表戦でデビューした。ありがとうございます。